京都府立東宇治高等学校は京都府宇治市小畑平尾にある府立の全日制の高等学校。山城通学圏に属し、同学区内では唯一英語系クラスを設置している。人口の急増と高校進学率の上昇を背景に地元宇治市から熱心な誘致が行われて建設された学校である。1970年代前半の宇治市は、 人口が12万人に達していたにもかかわらず、府立高校は、戦前に創立した京都府立城南高等学校一校、のみで、高校の増設が急務となっていた。建設工事中には、オイルショックに見舞われ、通学区域に京都市を含めるか議論になるなど、乗り越える課題は多かったが、1974年4月に、府内31番目の公立高校として開校した。 公名は小畑高校も検討されたが、東宇治地域の学校で知名度の高い宇治の地名を含んでいることなどから、競技会の名前にも使用されていた東宇治高校が採用された。交渉は東宇治の東の人、宇治の優等を合わせてデザインした。同時に、緑なす平尾山の丘陵地にある学園の地形も表している。 2010年度入学生までの設置学科2011年度入学生からの設置学科心身もに健康にして自発性、創造性、実践力を身につけた文化的で平和な国家及び社会の形成者を育てることを目標とする。生徒は学習の厳しさを自覚し、自ら学ぶ意欲を持って学力を高める。生徒は苦難を克服し、たくましい心身を鍛える。 生徒は、豊かな情操を身につけ、おおらかな人間性を培う。生徒は未来を開くアコードとして、充実した日々を積み重ねる。2005年度体育系文化系野球部は1980年に、第62回全国高等学校野球選手権、大会に初出場、序列化単独選抜が生む、格差第一部山城通学圏の3年。京都新聞。 2017年6月20日閲覧、ありがとうございます。